11月16日木曜日の全国のお天気をお伝えします。全国的に日差しが届くところが多いですが、西から天気は下り坂となります。西日本では午後からだんだんと雨が降り出し、湿った空気の影響で太平洋側では強い雨や雷に注意してください。北日本から東日本では午前中日差しが届いていても午後は雨が降る可能性があります。お帰りが遅い方は雨具があると安心です。全国的に1日の気温差が大きくなりますので、服装でしっかり調節を行ってください。北海道は朝は冷え込みますが、昼間はここ数日と比べると寒さが緩みます。雪が積もっているところでは溶けた雪による路面のぬかるみには注意してください。以上、全国のお天気をお伝えしました。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースよりご確認ください。